皆様、こんにちは。株式会社内装合研究所モビリティ支援部、新村と申します。私からは、軽中古車リース販売ソリューションにつきまして、ご紹介させていただきます。まずはじめに、軽中古車リース販売ソリューションとは、ということで、3つ、商品設計、集客設計、営業設計をご紹介いたします。内装件の軽中古車リースソリューションにつきましては、軽中古車を対象車両に5年間のリース契約を結びます。車両につきましては、初登録5年未満、走行距離5万キロ以下の高品質車両に絞っております。月々の支払い料金は4980円から乗ることができ、ボーナス時につきましては、プラス3万3000円の支払いが必要になります。この支払い料金については、車両本体、登録し諸費用、自動車税、車検代、メンテナンス代が含まれております。車種構成につきましては、ご覧の表になっておりまして、月々4980円につきましては、ミライースやアルトなどの中で比較的低年式のセダンタイプをメインに扱っております。ついで、6600円につきましては、同じミライースやアルトなどのセダンタイプでも、自動ブレーキ付きなどの高性能のセダンタイプになっております。7700円、8800円の車両につきましては、同じようにセダンタイプでも、高年式のセダン、それに加えてワゴンタイプが加わります。9900円以上につきましては、高性能、高年式のワゴンタイプであったり、スライドタイプの車両が加わってきます。モデル店の販売構成費を3つの項目に沿ってご紹介いたします。左側が月々料金になっておりまして、月々4980円が最も高い構成比で17.6%になっております。こちら4980円につきましては、集客商品としてチラシやウェブサイトに大きく掲載しております。そのため、その集客商品を求めて来店するお客様が多いので、このような高い構成比となっております。真ん中の表につきましては、年式で分けられておりまして、1年ごとに分けております。最も大きいのが67.6%の構成比で、初登録4年以降、5年以内の車両になっております。条件に沿った車両で月々料金を抑えようとすると、どうしても年式が古いものが多くなりますので、その分構成比としては高い数値となっております。走行距離につきましては、1万キロで区切っておりまして、どの走行距離についても大きく変わらない構成比となっております。続きまして、収益設計のところになりますが、車両オプションと5年間の車検基本工賃と5年間の追加整備料金延長保証の3つの項目で代払いを記載しておりまして、車両オプションにつきましては約10万円、5年間の車検基本工賃やエンジンオイル、オイルエレメントにつきましては約5万円、こちらが基本プランになっておりまして、プラスアルファでパック、追加整備料金のパックや延長保証を付帯しております。そちらにつきましては、月々3500円プラス税となっておりまして、付帯率80%、部品原価3万円で計算して約14万4000円となっております。合計の5年間の粗利については約29.4万円を見込んでおります。続いて、集客設計についてご紹介いたします。4つございまして、まず月々4980円の集客商品を用意します。ついで、専門店の店舗作りを実施して、何やか一目で分かるように、とにかく目立たせると。新規のお客様向けには、専用のウェブサイトを用意して、デジタル販促を実施しつつ、新聞折り込みチラシや情報誌などでも販促を実施していきます。
最後、既存客向けについては、定期的な代替誘致の販促を実施して、既存のお客様からも販売を実施していきます。詳しく見ていくと、店舗作りにつきましては、ご覧の画像のように、月々込み込み4,980円を大きく訴求して、専門店の店舗作りを実施します。とにかく目立たせることがポイントです。展示場につきましては、展示車1台につき最低1本はのぼりを設置して、繁盛感を演出してください。続いて、デジタル販促、チラシ販促について、デジタル集客につきましては、専用のウェブサイトを用意します。加えてですね、検索連動型の広告やバナータイプ、動画タイプの広告を実施することで、サイトへの流入数を増やし、問い合わせや来店数増につなげていきます。紙媒体の集客については、新聞折り込みチラシやポスティング、情報誌などを活用して、足元証券へ定期的な販促を実施します。続いて、営業設計についてです。まず、制約率のところについては、アプローチブックなどの商談ツールを用意して活用することで、商談スキルの平準化を図り、業界未経験者でも販売できるようにします。アプローチブックにつきましては、内容を紹介させていただいております。商品コンセプトであったり、商品内容、あとは費用の比較というところで、現金払いやローン払いとの比較を、アプローチブックで説明します。続いて、安さの秘密というところでは、リースについて残価設定というところが安さの秘密になってきますので、この残価設定についてご紹介いたします。続いて、5年後の選択肢というところで、複数選択肢があることを紹介して、最後によくある質問というところで、回答を加えて記載しております。続いて、営業設計でも、代当たりあらりにつきましては、基本プランについてですね、車両本体費用や登録書費用、必要最低限の車検代、メンテナンス代しか含まれていないので、販売時に追加整備パックや延長保証を獲得します。追加整備パックにつきましては、月々2000円で販売します。項目につきましては、内容を記載しておりまして、ブレーキパッドであったりとか、ファンベルト、クーラーベルトが含まれております。続いて、追加整備パックの他に延長保証を獲得します。この延長保証については、故障した際のリスクが高いエンジン、ミッション、連装品の商品、品目を加えておりまして、5年保証を月々1,500円で販売しております。では続きまして、この軽中古車リースソリューションの導入による効果、導入事例をご紹介いたします。まずはじめに、モデル店 A 社というところで、長野県の会社様をご紹介いたします。こちらの会社様につきましては、最も長く軽中古車リースの販売をしておりまして、もうすでに5年目経っておりますので、中古車リースの車両が帰ってきているというところの店舗様になっております。2012年から販売を開始しておりまして、19年までの実績ですが、赤字が軽中古車リースの契約台数となっておりまして、120%前後ですね、最新の直近の実績については120%前後で伸びております。車検付きの販売になりますので、車検台数についても右側に記載しておりますが、自然と伸びてくるような実績になっております。こちらに主な会社実績を載せておりますが、売上高、販売あらり、販売台数、車検台数、4つの主要項目について右肩上がりで実績を伸ばしております。続きまして、B 社というところで、群馬県の会社様をご紹介させていただきます。こちらの会社様、導入前については、軽サンキュッパ専門店という、50万円予算のお客様向けに、低価格帯の中古車を販売しているビジネスモデルを実施しておりましたが、中古車の販売についてですね、競争の激化があり、どうしても価格競争に陥って収益性が低い状況でした。さらに、車両だけの販売が多く、車検につながらない、
固定客化できないケースが多かったため、軽中古車リースの導入を決断しました。その結果ですね、販売台数の内訳が、中古車リースについてが200台を超える内訳となっておりまして、この中古車リースを導入したことで、粗利が向上しております。さらに、車検付きのプランなので、固定客化にもつながっており、サービス収益も増えております。続いて、大分県の会社様につきまして、こちらも、低価格帯の中古車を扱っているビジネスモデルでしたが、在庫台数が70台前後で、他の近隣店舗に比較すると、在庫台数が少ないため、競争激化で台数自体が伸び悩んでおりました。そこで業態転換を実施して、軽中古車リースと新車リースのリース専門店になっております。こちらの会社様は台数も粗利も導入したことによって伸びているというような状況になっております。続いて福岡の会社様ですが、こちらは新車リース販売店を実施しておりました。そこにですね、台数アップをさらに実施していこうというところで、軽中古車リースのソリューションを導入しております。今では新車リース、中古車リースのリース専門店となっておりまして、販売台数を右肩上がりで伸ばしております。さらにこの会社様については、デジタル集客を積極的に実施することで、費用対効果よく販売台数を伸ばしております。続いて愛知県の会社様ですね。こちらも新車リース専門店を実施しておりましたが、近隣に新車リースの販売店が多くなってきたことで、差別化ができずに販売台数が苦戦しておりました。そこで軽中古車リースをプラスして、リース専門店として展開することで、販売台数を順調に伸ばしております。近隣の店舗と差別化することで、業績アップを実現した事例となっております。では、ここで、軽中古車リースソリューションの導入の背景というところをご紹介いたします。中古車リースについては、マイカーリースに該当しますが、このカーリース市場について、マイカーリースの保有台数は年々増加しております。そういった外部環境を踏まえると、販売台数自体は伸ばしやすい状況になっております。ただ、カーリースの保有台数自体は年々増加しておりますが、一方でですね、市場の拡大に伴ってプレイヤー数が増加しております。その結果、競争環境が激化しているというところです。特に新車リース販売店については、どうしても参入障壁が低いこともあり、急速に店舗数は増えております。また、カーリース市場に限らずですね、中古車販売市場についても、大手中古車店の大型店舗の出店が加速しており、外部環境としては厳しい状態になってきていると。このカーリース市場、中古車販売市場の競争激化に伴って、今後、販売台数を伸ばしていくためには、他社との明確な差別化要素が必要になってきます。それらを踏まえて、導入がおすすめの会社様につきましては、ご覧のお悩みを抱えている会社様がおすすめでございます。1つ目が、大手中古車販売店の出店により伸び悩んでいる会社様。2つ目が、証券内の新車リース店との差別化ができずに伸び悩んでいる会社様。3つ目が、近隣店舗との価格競争に陥り、収益性が低下している会社様。4つ目が、車両の販売だけで終わってしまい、車検などのアフターサービスで固定客化していきたい会社様。最後は、新規のお客様の来店数が減少している会社様というところで、こちらの5つに該当する会社様については、ぜひ導入をお勧めしております。最後になりますが、まとめとして、企業経営業績アップの原則は以下2つとなっております。1つ目が時流適用というところで、現在需要が多いものや今後需要が増えていくものを扱うことで、市場の拡大に乗って業績を伸ばしていくことができます。そういったところについては、外部環境を見極めて自社が何をすべきかを考えていただくようにしております。2つ目が一番主義というところで、この一番主義こそいつの時代でも時流に適応した方法であると。マーケティングの
原理としては一番になれる市場、商品、お客様を探すことであり、証券内でどこで一番になるかというところが重要になります。それでいきますと、経営資源の強み弱みを分析して何ができるかを考え、ナンバーワンやオンリーワンになれるものを見つけていくと。この経営中古車リースソリューションにつきましては、この拡大し続けるカーリース市場で時流適用に業績アップを伸ばしていけると。さらに、実施している店舗様が現状は少ないので、このソリューションを扱うことで一番転嫁を実現していくという形でご紹介させていただいております。以上、軽中古車リース販売ソリューションにつきましてご紹介させていただきました。ご清聴いただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。今回のビジネスモデルに関しては概要欄からも詳しい情報をご覧いただけます。今後も様々なビジネスモデルを紹介していきたいと思っておりますので、ご関心のある方はぜひチャンネル登録お願いします。